明治安田 J3 リーグ第14節沼津ロの08のヘ、19日明日かアスルクラロ沼津は八のヘと0対0で引き分けた後半に途中出場した MF 斎藤学部34と FW 川又健吾34の元日本代表コンビがチャンスを作ったもののゴールを奪えず5戦勝ちなしとなったそれでも連敗を2で止めて 三戦ぶりに勝ち点を獲得。次週、25日は天皇杯一回戦で J3 ギフトアウェイで戦う。後半28分に斎藤、同35分に川又がピッチに立つと、沼津の攻撃のテンポが上がった。同36分、左サイドでパスを受けた斎藤がファーストタッチでマークをかわすと、そのままゴール右横へクロスを放ち、川又が猛然と滑り込んだ。 お互いをよく見ている、川又、という好連携。惜しくも届かなかったが、スタンドを沸かせた。その後もチャンスが続いた。DF 安西のクロスに川又が走り込み、斎藤のスルーパスから MF 徳永がシュートだ。昨年8月に沼津入りした川又と、今季開幕直前に加わった斎藤が攻撃の迫力をパワーアップさせている。 二人のユニットは相手が脅威に思う存在になる、と中山正史監督、56、も手応えを口にした。だが最後までゴールを割れなかった。無得点は3戦連続。DF 陣が粘り強く守り、危ない場面はなかっただけに、勝ち点1で終わったのは悔やまれる。チャンスは作れるようになってきたが、もっとぴったり合うようにしたい。最後の精度を高めないと、 と川又は反省した。指揮官も攻撃にもっと工夫が必要と要求した。次週の天皇杯、そして6月2日のホーム、富山戦に向けて連携を高めていく。里見祐二。